ね、僕が生まれたとこはここからあれか神柱通りあそこの手前を右に曲がったとこで、ここにナショナル塔があって、それであそこに重松靴店があって、同級生で第五小学校歩いて5分かな。これがね、僕は駒原中学校じゃなかったの、中学校が違うのか。いや、第五小学校重松に送ってやる、重松と常吉に送ってやる。聞くやろ。いただきます。40年ぐらいのジャーシーだけ取るわけよ。別に、はいはい、だから心配していて、今みたいに自動心配じゃないですか。これ手で心配してこう積み込むとかそういうのを。プロの手を取るわけ、うん、顔は清水健太郎さん、うん、手はプロの手、うんうん、俺だけそれがなしで俺自分の手。いや爽やかったね。いや気持ちよかった。皆さんが手振ってくださるのは本当心強いというか力強いね、うん、これをちょっと繰り返していきます、はい、それじゃあね。